どうも、ゆるざです。それでは、ウィッチャー3ワイルドハントやっていきたいと思います。さあ、エスケルを見つけ、フォークテル狩りを手伝うということで、エスケルは、どこにいるんだ？いや、足跡はあるね。エスケルの足跡だな。他に城を出た者はいない。ということらしいんで、外出たか。リブリーフ。またどこに行ったかな。道なりに進むって感じかな。特に曲がってはいない。結構道なりだね。来た、落ち。その調子だ、ローチ。一応ウィッチャーの感覚を使えるから。遅いぞ。この辺りで。いや、奥行ってるか。どうどう、ローチ。あ、オッケーオッケー。まあ、どこまで行ったんだろうね、フォークテール狩り。よーし。上に向かってる感じか。そうね、山の方に行ってる感じだね。大量の設計図とアイテム。こんなもんか。で、さらに上。足跡はついてるね。馬がいる。ってことはこの辺りいるのか。エスケルの名前はスコーピオンだったか。美しい馬。マジか、衝撃そんな強かったのか。さあ出てくるなら出てくるがいい。あっちだね。嫌な予感がするね。誰かが食いに繋いだようだ。どうい、ああフォークテイルを引き出してるのか。どうやらフォークテイルの餌はウィッチャーにも効果があるみたいだ。フォークテイルには次のような罠を仕掛けよう。地面に杭を打ち、そこにヤギをつなぎ、急いで近くの植え込みに隠れる。ブラザー・アダルバートの怪物図鑑82ページ。記憶が完全に戻ったか。その年にしてはやるじゃないか。年は変わらんだろう。俺が白髪だからそう感じるだけだ。また会えて嬉しいよ。俺もだ。調子はどうだ。相変わらずだ。ドラウナ相手の毎日さ。それだけか。俺はあんたと違って普通のウィッチャーだ。ドラゴンと戦ったり王に仕えたり、こんな魔術師と寝たりはしないさ。それが幸運だと思えよ。今後は女魔術師と寝るだけにするよ。それが一番楽しい部分だろうが、同時に危険な部分でもあるぞ。静かに聞こえるか。来るぞ。さあ、
削るだけ削ってって感じだね。防御力下げれるなら下げてしまって。飛び立つぞ、翼を狙え。どこだどこだ、違う違う違う、それを持ちたいんじゃなくて、なんでそれを持ちたがる。さあどこ行く、届かないか。さあ痕跡を。深いデブ、かなりの出血だ。動脈からだ、血の色が薄い、あまり遠くへは飛べないな。ほう、いやさっきのランバードと違って全然賢さが違う、ね、トークテイルの餌食になるかもしれんぞ。スコーピオンは軍馬だ、ケイドエンの純血種だぞ。手に入れた戦いを話したっけか。いや聞いてないな。一度迷った騎士を助けた、暗い森に狼、よくある話だ。騎士に家にあるものをくれと頼んだ。子供はいなかったが母馬が出産したばかりだった。エスケルとスコーピオン、運命の絆か。いい話だ。好きなだけからかえ、羨ましいんだろう。ここが無理だか。優雅な着地ではないな。老いた面取りがクワクワ、柵に向かって泣いた。老いた面取りがクワクワ、意味もなく泣いた。その歌は山の民の古い歌で、ハイキングにぴったりだ。母が歌ってく。巣に飛んでいったらしい。いいぞ、もう逃げられないってことだ。決着をつける。決着ね。鹿肉。さあどのあたりいるかな。おお、ただの個室か、画面が見づらい。意外とこのカメラのあれはね。イーグルに行くか。よっしゃ、終わり。こんなもんなんかな、フォークテイルは。よし、髄液を採取してここを出よう。背中を切る、頭蓋骨のすぐ下だ。知ってるよ。次はナイフのどっち側で切るか教えてくれるのか。鋭い方だ。ほら急げ。さあ月中。どうした白狼。反対側は特にないよね。こういう時にね、いきなりお宝があったりすると後々大変なんでね。あったー、石か。まあまあそのうち強化し始めたらだね。さあ戻るか。そうだ、ちょっと競争しないか。ローチかスコーピオン、どっちが早いと思う。それに俺とお前のどっちの腕が上だろうな。そうか、喜んで。勝負になる。面白そうやね。ヨレヨレの豚に乗っても勝てる。だが受けて立とう。ヨレヨレの豚はお前だ。ヘリアモルヘンがゴールだ。さあ煽って本気になるっていう。ほら行け。さあさあさあ、おお鹿が、鹿が多いぞ。さあ狼も来た。スタミナの回復だけね、しっかりしておかないとね。最後へばって終わりだなんてね。いや
交渉戦。首を折る、そんな脅しする？まあでもこの時はやっぱ馬がね、移動手段だからね。はい、ゴール。よーし、やっとか。遅かったな。蔵が滑って。下手くそな踊り子ほど靴のせいにするものだ。下手くそな踊り子はお前の方だろ。だが乗馬の腕は認めてやろう。別に賭けをしてたわけじゃないが、何か受け取ってくれ。おう、そういうなら。そういうなら、ほら賢く使えよ。ゲッチュー。まあ経験値もね。なんだかんだね。新しいアイテム、まあ大体ね、あの馬関連もらえることが多いんだけどね。さあ、フォークテールを狩る方法クリアと。まあこれで醜い赤ん坊がクエスト更新されるわけだね。経験値600。さあ、ただいろいろとね、ちょっと錬金術できないかなと思ったりしてるんだけど。あ、抽出液来たね。ほぐれっていうか出しとこう。霊薬、このね、上質が使えるようになるだけで全然違うからね。うん、オッケー。これで補給されたと。さあ、揃ったんでね、イエネファーが何がしたかったのか。まあ、女はまず賢者と話は終わったからね、こっからだね。他のイーチャーたちと夜を過ごす。まあ、一段落したからっていう考え方かな。みんな聞いて、準備完了よ。始めるわ。ランバート、器具を用意して。エスケルは、ここからは指示を出すのはわしのはずだ。お前ではない。取り決めをしたはずよ。私のやり方で解決策を探すと。わしは手伝うと言った、それだけだ。ウーマをお前がどうしたいのかまだ聞いてない。安全な方法じゃないんだろ。だからこそ、まずはもう一つの害を及ぼす可能性が低い方法を試すべきだ。もう一つの方法とは？民間伝承によるものだ。使ったことがある。例えば1211年にホビスの白鳥の呪いを解くためにウーマを山に連れて行くことにする。それから一緒に月に向かって吠えるの？少しは敬意を払え。ゲラルトじゃないんだぞ。いや、吠えはしない。墓石の上に彼を横たえ、真夜中に毒人参のお茶を飲ませる。それを手に入れるには、いや、説明する必要はあるまい。いいかしら。言いたいことは分かってる。だがお前の許可はいらん。夜明けには戻る。ウーマと、いや、彼の中に潜む別の誰かとな。どうする？気難しい老人になった。どうする？まあ、暇になったわけだ。どうする？メゼミルは塔の梁の交換が必要だと話してた。それを片付けるか、それか一杯飲んでもいい。梁よりはずっと良さそうだ。一杯ぐらい構わん。二杯でもな。仕方ない、多数決だ。行くか。
ユネバグラスがないんだ。ジョッキでいいか。今夜は何だって酔えそうよ。機嫌が悪いまま酔っ払う代わりに近況報告でもしない？そうだな。ランバード、お前何してた？ランバード、お前はどうしていた？確か西へ向かっていたよな。ああ、ランエクステルで依頼があった。なかなかの稼ぎになった。ああ、コビリは金儲けに最適だ。ドラウナー一匹にいくら払うか知ってるか？今は俺の話だ。そこである巨人が面倒を起こしてたんだ。輸送隊を襲ったり、人を沼に引きずり込んだり。道端で用を足して恐ろしく滑りやすくしたりね。十分引っ張ったでしょ、要点に入って。分かったよ。結局それは巨人じゃなく、ただの太ったトロールだった。輸送隊を襲ってたのは盗賊の一味だ。それでどうした？盗賊は始末した。トロールもな、首を差し出す契約だった。はあ、トロールは見逃した。トロールは見逃しただろう。根っこを食べさせ、道端で寝かせるためにか。金が必要だった。それにトロールの死を嘆く奴はいない。今は亡きトロールに乾杯しよう。せめてものことだ。じゃあエスケル、話を聞かせてくれ。エスケル、どこを旅してたんだ？アルデルスベルグだ。吸血鬼退治にな。おお、なかなかに危険な奴らだ。しかも好みがうるさい。俺の獲物は上流階級の若い女だけを狙ってやがった。気が合いそうだ。あなたの趣味には興味ないわ、ランバート。でもあなたがどうやって吸血鬼を倒したのか聞きたいわね。依頼人は町の名士を集めて仮面舞踏会を開いた。吸血鬼をおびき出すためにな。俺も変装してそこにいた。教えてやろう。あの夜ほど女とうまくいったことはなかった。仕事と恋愛を同時に、まずい考えだ。吸血鬼はどうし、吸血鬼はどうした？若い女の錬金術師と話をつけた。その女はフィスティックやらウォッカやらでかなり酩酊していたがな。庭に出た女を吸血鬼が見つけ、たっぷり血を飲んだ。その後ボコボコにしてやった。ふん、現代向けのおとぎ話ね。錬金術師は助かったのか？ああ、血は失ったが二日酔いの方がひどかった。一月ほどピクルスの汁しか飲めなかったよ。さあ、じゃあ最後だね。ああ、俺は、俺の方は波乱万丈の人生さ。政治、ドラゴン、陰謀、それにイエネファーだ。羨ましい限りだ。代わりにウーマの話をしてくれるか？長い話だ。シリの足取りを追ってベレン、スケリッジ、ノビグラドへ行き、ダンデリオンに手を貸して。あいつまた誰かと寝てるところを見つかったのか。なるほどな。共通の知人でノビグラドといえば、トリスは元気か？ウーマの話をしていたはずだったが。まだ酔いの口だ。話をする時間ならあるぞ。ランバート、笑えないぞ。わかった。なら真面目な話題に切り替えよう。ユネファ、ウーマをどうするつもりだ？明日話すって言ったでしょ。じゃあ今話せ。真夜中は過ぎたぞ。草の試練を受けさせるの。ただ試練の…イカれちまったのか！おい、ウーマをウィッチャーにする気か？もちろん違うわ。言おうとしてたのは試練の前半だけを行うってこと。なぜなら、あいつが苦しむのを見たいからか。口を挟まないで。出ないとあなたが苦しむわよ。ウーマを元の姿に戻すにはまず、どう説明しようかしら。粘土を想像して。形を作るにはまず湿らせないと崩れてしまう。試練の序盤で肉体を変化に向けて準備させるでしょ。そうして初めて変誘発剤によってウィッチャーが生み出される。はあ、そういう風になってたんだ。ウーマが生き残れる可能性は、ウーマが生き残れる可能性は高くはないわ。でも他に方法がない。ベセミルが毒人参でうまくやれれば別だな。確かにね。わからんぞ。
ご老人は専門家だ。数年ぶりの試練になる。試練は数年ぶりか数十年ぶりになる。慎重になると思ったわ。慎重？そんな次元の話じゃない。あれは禁忌だ。そしてそうあり続けるべきなんだ。私がウィッチャーの大量生産を提案するわけないでしょう。そういうことじゃない。これまではそれを口実に見習いを取らずに済んだんだ。本気で話し合う必要がありそうだな。あとにしよう。誰かもう一杯飲むか。ああ、俺が。だがもうつまみがない。ゲラルト、厨房をあさってくれるか。了解した。みんな、一緒に飲めて楽しかったわ。特にランバート。でも失礼するわね。あまり夜更かししないで。明日は大事な日よ。聞かなかっただろう。そういう連中だ。何の話をしてた。エスケルが受けたサモビラの仕事だよ。いい話だ。すぐに終わる。まずは燃料追加だ。肝臓に効きそうな一杯だな。なんて酒だ。試練って名だ。蒸留酒と白カモメが半々。その面はなんだ。イエネファは寝た。本格的に飲もうぜ。その通り。もう一杯だ。乾杯。ところでサモビラとは、楽しもう。カードメーカーもう寝る時間だ。ところでサモビラとは。それでサモビラの話は。ある村人がサモビラの踊りに誘惑された。そいつは逃げようとせずサモビラにぞっこん惚れ込んだ。サモビラを捕まえてくれと頼まれたが断った。そこで男は網を使って自分でやろうとした。きっと今でもどこかで踊ってるだろうさ。面白い話だ。教訓にもなる。そうか。どんなのだ。危険な女には近づくなってことだ。よし、話を変えよう。よし、話を変えよう。俺が正しいと認めたくないか。まあいいさ。偉そうに言ってないで飲めよ。あー、これ結構飲んでるけど、飲んだ量で変わるか。ここは氷の巨人のケツ並みに寒いな。皆様すぐに戻ります。小便しなくちゃ。寒くは感じないが、ランバートはうまくいってるか。ランバートとはうまくいってるか。まあな、特定の話題を振らないことを学んだ。それだと何も喋れない。確かに。いやあ若者たちよ、ちょっとしたお祭り騒ぎか。アルコールは諸君、ウィッチャー最大の敵だ。どこで拾ったんだそれ。メーセミルのだ。1112年の最先端だ。じいさんが女を口説くのに使ってたんだろう。いや、当時の言い方だと乙女に求愛するのにか。諸君、ウィッチャーの人生はカードと酒だけではない。汗水を垂らし働くのだ。猫なで声で甘えてくる女などわしらとは縁のない代物だ。もういい。モノマネは一回で十分だ。様子前に脱いで酒を告げ。よし、継ぐよエスケル。継ぐとも。ギリギリまでな。ウォッカなしじゃギプスをつけた役人みたいにカチカチだから。さあどうしよっかな。カード時間使うからな。もう寝るか。よし、寝る時間だ。余計なお世話だ。まだ酔いの口だぞ。この辺にしておこう。明日は長いぞ。わかった。鏡を見て飲んでも楽しくないしな。一度やって身に染みた。やったんか。お前にだって苦手な奴はいるんだ。おやすみ。
我が家に勝る場所はなし。くそ、なんて夢だ。集まってるようだな。有意義な夜を過ごしたらしいな。ああ、ウーマの話を遅くまでしてた。塔の梁を直す機会はなかったということかな。ああ、いや、だがやるよ、約束する。ランバート、そうだな。叱りつけるのは後でできるわ。取り掛かりましょう。さあ、ベセミル失敗したんだな。ベセミル、何か分かったか。ベセミル、何か分かったか。お前たちがフォークテールを借り、メガスコープをいじる間、ウーマを観察していた。そしてあることに気づいた。意識が弛緩する瞬間、彼は妙な反応をする。眠りに落ちる過程で一瞬の覚醒が割り込む。彼の動き、目つきの何かが違う。だが一瞬の間だけだ。そこで彼を失神させ催眠状態にした。最初は何もなかったが、深い昏睡に陥るにつれ何かが聞こえた。ため息かうめきのようなものだ。それはウーマの声ではなかった。もういい。それが何の役に立つんだ。じゃあ黙っていて。ありがとう、ベセミル。そして前に言ったことは謝るわ。みんなから私たちの計画を聞いた？はあ、全く気に入らん。だがお前を信じるしかないようだ。はあ、この台をとっくに捨てたもん。ああ、これが草の試練って気づかんだ。この台をとっくに捨てたものと思ってたよ。ああ、最後にサッド・アルバートを見てから50年か。とても手放せなかった。いつか使い道があるかと思い、年寄りはどういうものか知ってるだろう。じいさんってのはみんな屋根裏に拷問器具を詰め込んでるもんだ。なわけあるか。さてどうする。それでどうする。始めましょう。あとは霊薬の調合だけ。それならなぜもっと早く準備しなかったかって。試練で使う霊薬は時間とともに効力を失う。調合直後に投与しなければならない。これで満足？ゲラルトは霊薬を作って。これが調合法。エスケルは蒸留酒を持ってきて。おいおい、俺は二日酔いで。そして器具を消毒して。どうしたの、急いで。前の日だいぶね、だいぶはっちゃけたからね。知らないはずだ。どうやって比率を割り出した。複雑な計算をいろいろ試したの。資料から推定したり実験したりして。つまり推測か。ねえ、あら、こっちからダメ。はあ、試練なんちゃらかんちゃら言ってたけど、作ることになると。これシリーズしてる人からしたらめっちゃいいところなんだろうね。さあ、草の変異抽出液と。まあ、ウィッチャーはね、子孫を残せないんでね。まあ、そういうリスクもあるけど、ただその代わり、寿命が伸びたりとか、いろいろ効果があるとね。霊薬はできた。器具もいける。いいわ。ベセミル。鎮痛用の薬草だな。わかっている。経験はある。エスケル、血管を切開して管を差し込んで。ゲラルト、供給装置に霊薬の小瓶を設置して。いいぞ。弁を開いて。順番はどうでもいいわ。そうか。まず涙の薬草を投与する。
鎮痛剤は効いてなければ苦痛によるショックでもう死んでるはずだ。じゃあ全て順調か。いや、だが想定の範囲内だ。次の霊薬を投与して。槍の薬草。とこれを見ないことを願っていた。じゃあなぜダイを残してた。ゲラルト、次の霊薬を。さあ最後だね。魔女の薬草を投与する。次は霊薬の効き目が出るのを待つ。1日かそれ以上かかるかもしれん。確かに待つだけ。でも安定化させる呪文を続けなきゃ。ウーマの体は若きウィッチャー志願者よりずっと回復力が弱い。そうしなければ彼は。エスケル、悪いけどお願い。手ぬぐいだな。待ってろ。はあ、こんなことをする羽目になるとは。床掃除のことか。いや、試練のことだ。もし中身がシリならこのいびつで感情のない化け物から自力で出てこれるはずじゃないか。他に方法はないかもしれん。だが他に方法はない。そうだろうな。だが請求だった。始めるならもっと。床はこの上なく綺麗になったけど、できれば私も拭いてもらいたいの。ゲラルト、服ならお前が。早くして、エスケル。噛みついたりしないから。これは正常か。ええ、ウーマの体が内側から分解してるの。それが完了したら再構築しなければ彼は死ぬわ。ウィッチャーには変異誘発剤、私たちには呪文がある。おい、ヤネファ、眠いのか。いいえ、ただ目を休めてたの。それを寝てるって言うんだ。じゃあ起きていられるように何かして。そうね、話でも聞かせて。シリとアイススケートした話。シリとアイススケートに行った話はしたか。いいえ、記憶にないわ。ここで訓練していた冬のことが厳しすぎると文句を言い始めて、最初は無視していた。一緒にスケートに行くよう頼んできたんだ。気は進まなかった。経験もなかった。だがあいつは粘った。氷に乗った途端あいつは俺の周りを滑り始めた。もっと足を上手に使って一歩ずつ交差して、ああ失敗ね、かかとで止まるの、つま先じゃなくて、とかわめきながらな。言うまでもなく俺は二度と。起きたわ。じゃあ呪いを解きましょう。呪具を用意して。ネベデサベエル。
ダメ、ダメよ、死なせない。ゲラルト、黄色いフラスコをカバンの中。静かに聞け。ネビッド、アリバ、アインデール。ゲラルト、ジュグを開いて。カネダッド、タラーネデ、ディズ。アバラック、知ってるのか？ああ、エルフ、ロンゲール、賢者だ。シリはどこ？隠れている、霧の島に。だが、彼女は安全ではない。ワイルドハント。そうだね、目的聞いとこうか。ワイルドハンター、シリの何が目的だ？シリの何を狙ってるんだ？血、古き血脈だ。門を開くため、止めろ。そうさせてはならない。霧の島とはどこだ？霧の島とはどこだ？どこでもあり、どこでもない。いいか賢者よ、俺たちは謎々のために呪いを解いたんじゃない。スケリッチだ。これを追え、霧の中へと急げ。守ろうとした。だが呪いが、ワイルドハントはまだ島を見つけていない。だが彼女がそこを出れば発見されてしまう。すぐに。ここまでよ、彼はまだ死の淵にいる。シリを助けに行く。シリを助けに行く。待て、何か知ってるんだろ？こいつがアバラックだとどうしてわかる？シリとどう関係してるってんだ？イエネファーが説明してくれる。目を離すな、そいつは味方じゃない。だとしてもシリは信頼していた。せめて彼の言葉を真剣に受け止めるべきだ。聞いただろう、霧の島からシリを連れ出せば即座に奴らが足取りをつかむ。そうしたらどうなる？そうだね、今にわかる。さあな、今にわかる。ゲラルト、お前が早く助けたいのはわかる。だが闇雲に行動はできない。何か考えがあるんだろう。さあ言えよ。反撃に転じる頃合いだ。ゲラルトはシリをここへ連れてくる。そうすればワイルドハントがついてくる。奴らは不意打ちを期待するだろうが、肩透かしを食らうことになる。奴らと戦うつもり？5人で？この廃墟で？他に方法があるか。そうなる運命なのだ。仲間を集めたらどうだ。剣の心得があるものや。魔法の使い手をね。さあ、仲間を集めようか。シリを助け、それから仲間を集めて全員連れてこよう。あとはいくつかある。その中にはいい女もいるんだろうな。ああ、美女だらけさ。君は何？君の方は何をするつもりだ？アバラクの世話ね。優しく丁寧に魔法で治療しないと死んでしまう。でもまだ望みはある。小さくても何もないよりはマシよ。わしと男どもは招かれざる客の迎え方を考えよう。よし、そろそろ出発する。
頼んだぞ、オオカミ。シリラによろしくな。早く戻ってね、ゲラルト。さあ、ここから霧の島達成のために友人たちと話し、ワイルドハントと共に参加するよう頼むということで、ちょっとね、やっぱ途中バグで音が聞こえなかったね。さあ、友人、ノビグラド、スケリッジ、ニルフ、ベレン、全部回る感じか。キーラムス、ああ結構今まで会ったメンバーと話す感じだね。順調にいけばいいけどね。まあまあ、ということで、今回はここまでにしましょう。いやー、話が多かったけど、まあ、シリではなく、まさかのついてたエルフだったとはね。まあ、そしたらシリの居場所も分かったんで、シリも今から、やっと出てくる感じになるかな。ということで、ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またな。